氷川きよし凛とした美しさに衝撃美、脚際立つ全身ショットも話題。歌手の氷川きよしが30日までにインスタグラムを更新。自身のソロショットを投稿した。写真、氷川きよしシ、美脚際立つ全身ショット弾ける笑顔も6枚。先日、プライベートで大阪に来たで。やっぱり何回来ても大阪はええなあ。 大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、リスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川さらに、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました、と投稿した写真の美しさが話題を集めた。今回は、表舞台、博多座がもう懐かしい。お一人お一人の気持ちが深く伝わってきました。故郷、 博多座という居場所を作ってくださり感謝いたします。劇場コンサート次はみその座。明日はニューオータに東京ディナーショーほと倍量。アンドユヤと綴り、ひかわきよし25周年記念劇場コンサートツアー、絆、in 博多座の公演ショットを公開。気品あふれる姿が印象的だ。ひかわきよしひかわきよし 1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。 同年の大晦日に、清のずんどこぶし、で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール長×氷川清企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。 氷川ワキヨキーナ。ワウワウ3ヶ月連続特集が決定。歌手活動を再開した氷川ワキヨキーナを3ヶ月連続で特集。11月は歌手デビュー25周年記念として2024年8月に行われた東京ガーデンシアター公演をお送りします。続く12月は2019年に行われた年末恒例の 清子の夜ボル19を、そして2025年1月は、同じく2019年に大阪城ホールで行われたデビュー20周年記念ライブの模様をお送りします。氷川の歌声を存分にお楽しみください。なお、ワウワウ公式ノートにて、東京ガーデンシアター公演のライブ、レポートが掲載されています。氷川清キ特集番組、 三ヶ月連続でオンエア。ワウワウが11月から三ヶ月連続で、ヒ川清の特集番組を放送、配信する。11月3日には、歌手デビュー25周年を記念して、今年8月に行われた東京、東京ガーデンシアター公演、12月7日には、2019年に行われた年末恒例ライブ、清子の夜ボル19。 の模様がオンエアされることが決定。そして2025年1月には、2019年の誕生日である9月6日に大阪、大阪城ホールで行われたデビュー20周年記念ライブの模様が放送される。画像、氷川わきよし、しー、ズナ、ずな、ほか5件。オンエアに先駆け、東京ガーデンシアター公園のライブレポートがワウワウの公式ノートで公開されている。 ワウワウライブ、ワウワウオンデマンド、ヒカワキヨシ、キヨシヒカワプラスキーナ。25th Anniversary コンサートツアー、キーズナ。2024年11月3日日、祝、19時から。ワウワウライブ、ワウワウオンデマンド、ヒカワキヨシスペシャルコンサート2019、きよしこの夜ボリューム19。2024年12月7日。 土曜日13時15分から。わうわうヒカワきよしデビュー20周年記念コンサートあなたがいるから、in 大阪城ホール。2025年1月放送、配信予定。氷川きよし活動再開後の初コンサートがわうわうで11月3日放送。配信来年1月まで3ヶ月連続特集も決定。 歌手の氷川清さんが8月17日に東京ガーデンシアター東京都江東区で開催したコンサート、清氷川プラス・キーナ。25th アニバーサリーコンサートツアーキーズナの模様が11月3日にワウワウで放送、配信されることが分かった。合わせて来年1月まで3ヶ月連続で氷川さんの特集を放送、配信することも決定した。 2022年末の NHK 高歌合戦を最後に過活動を休していた日川さんは今年4月に活動再開を発表8月からスタートしたツアー清ヨ川プラスキーナ 25th アニバーサリーコンサートツアーキーズナの東京ガーデンシアターでのコンサートは活動再開後最初のステージとなったその後日川さんは ファン投票で選曲するベストアルバム、氷川きよしリクエストベストを9月にリリースしたほか、10月からは、氷川きよしシ25周年記念劇場コンサートツアーも実施している。清氷川プラスキーナ、25th アニバーサリーコンサートツアー、キーズナは11月3日午後7時からワウワウライブ、ワウワウオンデマンドで放送、配信される。また、 12月7日午後1時15分から、氷川きよしスペシャルコンサート2019、きよしこの夜ボリューム19と題して、2019年12月12日に東京国際フォーラム、東京都千代田区で開催された、年末恒例のスペシャルコンサート、きよしこの夜をワウワウライブ、ワウワウオンデマンドで放送、配信。来年1月には、 2019年9月6日に大阪城ホール大阪市中央区で開催された氷川きよしデビュー20周年記念コンサートあなたがいるから in 大阪城ホールを放送配信する氷川きよしむくみなしな金鋭が美しすぎスタイル抜群全身ショットも話題歌手の氷川きよしが28日までにインスタグラムのストーリーズを更新 自身のソロショットを投稿した。写真、氷川きよし、スタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も6枚。先日、プライベートで大阪に来たで。やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、ビスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川。さらに、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました。 と投稿した写真の美しさが話題を集めた。今回は、今日はむくみなしと綴り、氷川ワキヨシ25周年記念劇場コンサートツアー、キズナ、イン、博多座。最終日公演の直前のショットを公開。その後は、3日間ありがとうございました。控えめに行って皆さん最高、と公演の感想を語っている。氷川ワキヨシ、 1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。 同園の大晦日に、清のずんどこぶし、で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボールけひかわきよし企画としてシングル、限界突破けるサバイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。